埼玉パナソニックワイルドナイツは埼玉県をホストエリアとしてジャパンラグビーリーグワンに所属しているラグビーチームである。旧称はパナソニックワイルドナイツ産業電気ワイルドナイツ。1967年に当時の社会人ラグビーのトップカテゴリーであった関東社会人リーグ一部に初昇格して以来東日本社会人リーグトップリーグを通じて 現在に至るまで一度も、海リーグに降格したことがない。東日本を代表する、社会人、ラグビーチームの一つである。2021年シーズンまでは、群馬県大田市に、本拠地、練習場を置いていた。2021年8月30日に、埼玉県熊谷市の熊谷スポーツ文化公園に、本拠地を移転し、新クラブハウス、練習場は、 同桜オーバルフォートに置かれ、ホームスタジアムは同熊谷ラグビー場とする。また、1転及びラグビー新リーグ発足に合わせ、2022年シーズンより埼玉県をホストエリア、公式チーム名称を埼玉パナソニックワイルドナイツ、古称を埼玉ワイルドナイツとする。群馬県大蘭群大泉町に本社を置く。 東京産業電機のラグビー部として1960年に創設。1986年に東京産業電機が産業電機と合併したことによりチーム名も産業電機に改称。2003年のトップリーグ参入に合わせて産業電機ワイルドナイツとなる。2011年からは産業電機のパナソニック完全子会社化に伴いパナソニックワイルドナイツとなっている。 1962年に関東社会人リーグに参加。1967年には同一部リーグに昇格した。以降、1990年代の初頭まで四半世紀に渡り、ライバルのリコートリーグ優勝をほぼ独占した。1988年に発足した東日本社会人リーグ2003年に発足したトップリーグには、 共に初年度から参戦している。東日本における社会人、ラグビーリーグのトップカテゴリーであった関東社会人リーグ、東日本社会人リーグの優勝回数は共に歴代最多である。1967年に関東社会人リーグ一部に初昇格して以降、現在に至るまで一度も二部に降格したことがない。 全国社会人大会には1965年度に初出場。以降、最後の大会となる2002年度までの間に、近鉄、トヨタ自動車に次いで歴代3位となる36回出場した。優勝1回、準優勝8回、通算102試合、通算60勝という記録を残している。1975年度には初めて決勝に、 進出するなど当初から検討はするものの、なかなか優勝することができず、シルバーコレクターやヒウムの雑草軍団などと称された。中でも1990年度の決勝では、2連覇中の神戸成功相手に、後半39分までリードしながら逆転のトライゴールを決められ優勝を逃した。この試合は、三洋電機が最も優勝に近づいた試合として、 ファンの印象に残った。8回目の決勝進出となった1995年度は、決勝でサントリーと引き分け、両者優勝ながら念願の初優勝を果たす。しかし、トライ数ではサントリーが上回っていたため、日本選手権にはサントリーが進出した。山陽電機が2011年4月1日付で、パナソニックの完全子会社となり、 産業ブランドも日本国内では2012年度内に廃止されることが決定したため、これに合わせて2011年4月1日よりチーム名をパナソニックワイルドナイツに変更することを3月31日に発表した。さらにパナソニックグループの再編に伴い2012年1月1日付でチームの運営は産業電機からパナソニックに移管された。なお、 パナソニックも松下電器時代にラグビー部を保持していたが現在はクラブチーム化されカドマブルーソニックスとして活動している2017年埼玉県熊谷市への本拠地移転を検討していることが報道され2019年2月8日に正式に埼玉県及び熊谷市に対して移転を伝達2019年3月には埼玉県熊谷市 パナソニックの三社間で移転に向けた協定を締結した。なお、大田市と熊谷市は隣接していることから移転後も大田市との関係は何らかの形で続いていくこととなっている。2020年12月、スーパーラグビーレッズと業務提携を行うことを発表。2021年7月16日、2022年発足の新リーグ。 ジャパンラグビーリーグワン一部リーグに振り分けされることになり、チーム名を埼玉パナソニックワイルドナイツとする。2021年8月30日、正式に埼玉県に移転。全国大会最上位、リーグカップ戦7人制、大会トップリーグ創設以降2021年度のスコットは次の通り。太とは今年度の新加入選手、かつて存在したチーム。 ありがとうございます。